はい、皆さんこんにちは。コミッティビヤギでございます。本日は時計の買い取りにおいて損をしないために知っておくべき4つのことをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。昨今、高級腕時計の資産価値が高まっていることで、メディアや SNS でも数多く取り上げられ、当時は〇〇万円の時計が今は超高額に、など耳にする機会も増えたかと思います。そんな中で皆様も自分が持っている時計を売却したい、または今いくらぐらいなんだろうと考え、楽天、Amazon、価格 .com などの各種 EC サイトを調べたことはございませんか？これらのサイトでは〇〇万円で販売されているため、自分の時計もこのくらいの価値なのかと認識している方も多いかと思います。しかしこの認識は間違っており、売却するために査定に出してみると想像していた金額と全然違うなんてことが起きてしまうのです。そんな間違いを起こさないためにも、今回は時計の買い取りで損をしないために知っておきたい4つのことと題し、知っておくべきことを4つのポイントにまとめましたので、この動画を見て正しい認識のもと時計の売買を行っていただければと思います。それでは順を追って説明していきます。まず1つ目、販売価格と買取価格の関係性からです。皆様が時計の価値を調べるときに見ている価格というのは基本的に販売価格であり、こちらの表の全てが含まれた金額を見ています。仕入れた時計の代金、店舗運営費、広告宣伝費、人件費、お店の利益など、こうやって改めて聞くと当たり前のことだと認識されるかと思いますが、意外とこの販売価格を見て自分の時計がいくらぐらいなのかを把握されている方が多い印象です。実際に価格 .com で表示されている価格と当店の買取価格との差を、デイトナリファレンス 116500LN 白文字版を例に見てみましょう。こちらは当店の2024年1月25日時点での買取価格表になります。未使用品の場合の買取価格は460万円。続いて価格 .com に掲載された各社の販売価格を見てみましょう。2024年1月25日時点の新品未使用品の販売価格の最安値は525万9800円。なんとその差は約66万円。誤った認識のまま買取店に査定を出すと、こんなに低いのとお店に対してマイナスイメージを持ってしまうのではないでしょうか。ではどうすれば本来の買取価格に近い情報を得ることができるのでしょうか。まずは一番素早く知るための方法についてご説明しますので、次の2番に移りたいと思います。その方法とは、各時計店が出している買取価格を確認する。各時計店がホームページに公表している買取価格を見ることで、概算の買取価格を知ることができます。ここにはお店が求める一定の基準ごとに目安の金額を提示してくれていますので、必要なのはインターネット検索のみで時間もかかりません。ただこれらの情報はあくまでその基準を満たしたと時計店が判断した時に出る価格であり、実際の買取を行う際に必ずこの価格になるわけではありません。傷やスレがついていた、付属品が欠品していたなど、少しでも不足している点があるとマイナス評価をせざるを得ないのです。もちろんこちらは各会社ごとに基準は異なっております。つまりはあくまで概算金額であることを理解しましょう。では詳細な金額を知りたい場合はお店に直接持っていくしかないのでしょうか。ここで3つ目、オンラインで完結する簡易査定を利用する、こちらをご紹介したいと思います。詳細な価格を知りたい場合は、より具体的な答えの情報をお店に提示する必要があります。ただし、わざわざお店に持っていかなくてもオンライン上で完結する簡易査定というのが二次流通市場では主流になっていますので、こちらを利用されるのが何かと便利です。ここで当店で提供している LINE 簡易査定を例に簡単にご紹介しましょう。 LINE 簡易査定のご利用方法です。ステップ1、まずは公式 LINE アカウントコミット銀座買取査定をお友達追加。ステップ2、サンプル画像のようにスマホで写真を撮影。ステップ3、ブランド名、モデル名、型番、付属品、購入時期、ご希望金額、時計の状態等を記入し送信します。以上の3ステップでより詳細な買取価格を知ることができます。まずはお店に足を運ぶ前にこちらを利用いただくことを推奨いたします。このような簡易査定の窓口を用意している時計店は多くございますが、注意していただきたい点もございます。
それは本来はもっと低い価格でしか買い取りできないのに、あえて高い価格を表示するいわゆる釣り広告、誇大広告をしている時計店の存在。実際に店頭へと行った際に様々な難癖をつけて、あたかもしょうがないというのを演出するなんてこともあります。ただしそれを見抜くのはもちろん容易ではありません。では一体どうやって見抜けばいいのでしょうか。ここでポイント4つ目の力量、知見を持った鑑定士が在籍しているお店を選ぶこと、これをご説明していきたいと思います。お客様に対して誠実に運営しているお店には嘘をつく必要がないほどの力量や知見を持った鑑定士が必ずと言っていいほど在籍しています。そしてその鑑定士の力を見抜くには、市場にあまり出回っていない時計に関する質問をしてみるのが一つのポイントになります。一番有効なのはヴィンテージロレックス。ヴィンテージ品になるとその当時の個体の情報や経年に伴う変化の度合いなど、インターネット検索だけでは容易に情報を収集することができません。実際にそれらの希少な個体を海外オークションなどへ直接足を運んで自身の目で見る必要があるのです。そこでまずは電話で構いませんので、ヴィンテージロレックスのことについて細かく情報を聞いてみましょう。すぐ明確な返答をくれるのか、それとも濁した表現で返答するのか、その反応だけでわかります。どこのお店が信頼できるのかを見極めた上で買取価格を聞くように心がけましょう。まとめとなります。今回ご紹介した4つのポイントは時計の買取において非常に重要なポイントになります。高級腕時計の売却に慣れていない方はぜひ参考にしていただき、最も高く売却できてかつ安心信頼できるお店を探しましょう。今回もこの動画を見てくださったことで、一人でも多くの方が高級腕時計に興味を持ってくだされば幸いです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。